はい、おはようございます。2月18日金曜日フライデー、三青い水の絵関口と中島頭髪の日、中断時直達、思いやりとは情熱の休息だ。ジョセフ・ジュベール1754年、1524年、1820年、フランスのモラリスト、思いやりとは情熱の休息だということですね。さあ、今朝もとてつもなく寒いです。外はいいお天気、少し雲多いですけど、さっき朝日見えそうだったんですけど、仮想の雲が取れてしまいました。で、昨日までの進捗状況ですが、じゃん、どうですかこれ、あかりか町からのフロア張りがとりあえず完了してます。このね、ちょっと浮いてる感がおしゃれじゃないですか。靴箱こんな感じになってますね。玄関らしくなりましたね。よいしょ。さあ、この列だったんで今日はここから張っていきます。で、朝のうちにね、この柱の切り欠きが必要になってくる、まあ、一番集中力のある朝一にこの列張って、バーッとも怒涛の、板張りをね、ここと4メーター、8畳、広いなの、フロア割りを行っていきます。で、太陽昇る前にこの辺りのね、必要な、床下の、まあ、配管の立ち上げだったりとか、あと配管の断熱とかもね、工具使えるまでにしていきたいと思います。寒い。今日はマイナス1度を記録してますね。建物の中はね、多少ぬくいんですけど、でもそれでも3度4度かな、そんな感じで。いいよ、早くここを完成させてね、ここも全部アクリルにして差し入れて、ここで朝日を見ながらコーヒーを飲むのが楽しみです。見て、丸太柱の切り欠きとはめ込み終わりました。今あれはね、何してるんだったっけ、目覚め、今はめてる方の目覚めの下にこうはまる方をカットしてボンドで留めてるんで、ちょっと浮いてこないように柱にビスって突っ張る形で、上から押さえつけてます。うまく止まってくれるといいですが、ここがね、書いて30分40分ぐらいかかっちゃいましたね。まあ、想定通り難しいところだったんですけど、思ったよりスムーズに放りました。あとは、切り欠き箇所が何箇所かあるんですけど、四角い柱ばっかりなんでスムーズにいくと思います。で、朝ごはんいただきます。さあ、やりましょう。ごちそうさましてないんだ。さあ、何見て、まだまだご飯食べるんかと。
のご飯作ってくれるかもしれない。ん？ご飯さっき食べた。ごちそうさましておいで。レモン麺か。今日の晩ご飯レモン麺です。たくん、ゆっくり行こうね。みっこ行こう。今日もね、ダントツ行きましょう、ね、ダントツろ。はい、気をつけてね。自転車いっぱい来ますからね。はい、ほら自転車来ましたね。
はい、自転車いっぱい行きますからね。はい、行こう。座れるかな。なんたつラーメン行きましょう。ふうふうしよう。うん、いただきます。